アルベリヒよ、アルベリヒ。アスナのリアルでの知り合いだったんでしょ？知っている人間があんなどうしようもないやつだなんて、そりゃため息も出るわよ。好きじゃなかったけど、あそこまでひどい人だとも思ってなかったのよ。なんだかショックで。クリアしたらどうなっちゃうんですかね。この世界の監獄に入っていたとしても、きっと他の人と同じように普通に解放されると思います。ゲームだからって何をやっても音がめなしなんて。なんだか釈然としないわね。それにちょっと怖い。ここで起こったことに向こうの世界で仕返しされたりしたら。あ、ごめんなさい。別にアスナさんを脅かすつもりとかそういうのは全くなく。しなくていいよ。私だってそのことはもうずっと考えてるし。
でも現実での知り合いって分かっている場合は少し対策を考えておいた方がいいかも。そうね、警察にも私の親にも全てを話して身を守らなきゃ。私も力を貸す。私も手伝うわよ、アスナ。私もやります。私もです。証人としていくらでも協力するから。私も剣道でアスナさんを守ってあげます。ありがとう、みんな。私もしっかりしないとね。キリト、よし。よし。キーボー。了解よ。頑張ろうね。
一緒